はい、WJ の平山と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと恐縮なんですけども、極右団体の代表のですね、はい、男性とのツーショット写真の件についてお伺いしたいんですけれども、大臣は先日ですね、どんな人物かは不明だったと、コメント発表されていらっしゃいますが、欧州のメディアがですね、相次いで批判的に報じたりですとか、米国のサイモン・ビーゼル・タープセプターもコメント発表するなど、そういったメタルになっています。中国、韓国とのですね、首脳会談なんか開かれないなど、歴史認識と外交をいかに折り合うかということがですね、安倍政権の課題かというふうに思うんですけれども、今回のですね、件が、諸外国とのですね、外交にどのような影響を与えるとお考えなのかを、ご見解をお聞かせください。今回の件は、私にとりまして率直に申し上げて、不可抗力であったと存じます。ご迷惑がかかったとしたら大変申し訳ないことでございますが、政治家、特に国会議員の仕事をしておりますと、全国各地に私は出張にも参ります。同僚議員のパーティーにも参ります。そんな中で全く知らない方から写真撮影を求められることは、ほぼ毎日のようにございますし、週末などでも電車に乗っていても電車の車内で、また駅を歩いていても駅でですね、全く知らない方からちょっとスマホで一緒にいいですかと、言われることはございます。で、今までお断りしたことは一度もございませんでした。そもそも不適当だと思われる団体の方からアポが入っても絶対に会いませんし、一般的な方で、初対面の方につきましても、自民党所属の、いずれかの、国会議員の選挙区にお住まいの方でしょうから、写真を一緒にと言われたら、一度も断ったことはございませんでした。で、今回報道されたことは、まず最初に一つの外国メディアが、報道されたと承知しているんですが、それをこちらのクラブからだと思うんですけれども、お知らせをいただきまして、それでその写真を私は見てもですね、それが誰か分かりませんでした。で、ちょうど、稲田政調会長や西田先生の、お名前も、出ていたというふうに聞きましたのでですね、3事務所で、協力をして、これが一体誰なのかという特定をする作業、相当秘書たちは苦労しました。で、当該の、年月、その月にですね、3事務所を共通して訪れた客は誰かと、いうことまで調べました。私の事務所は過去、数年程度でしたら、私自身の日程というものは全てまだパソコンに残っておりますので、それらを突き合わせましたところ、共通して訪れたのは月刊誌の取材であったと、いうことが分かりました。で、またうちの事務所で誰かお客さんが、知り合いのお客さんが見えて、カメラ持ってないから写真撮ってと、言われたような場合でしたらですね、うちの秘書が撮りますから、記録がデータかなんかに残っていると思うんですが、それもありませんでしたので、大変苦労して3事務所で調べましたら、激論という月刊誌の、インタビューを3人ともその同じ月に受けたということが判明をいたしました。で、その時の状況なども、3事務所で、どうだったんだろうと、いうことで記憶をたどりましたら、私自身はおそらくその編集長さん、などとこう名刺交換をしていると思うんですけれども、ただ、雑誌にしても、テレビにしても、インタビュー取材に来られるとき、大体スタッフ4、5名で、来られます。で、編集部の方やインタビュアーがライターや有識者の場合はその方、あとカメラマンの方、また照明の方とか、さまざま来られますので、後の方については名刺も交換してないし承知をいたしておりません。その中の一人から写真を撮ってくれと頼まれて、断る理由はございません。まずマスコミ報道機関であるということで、こちらは信頼をいたしておりますので、ですから今回の報道で本当にびっくりいたしましたし、もしもその方の所属団体なり、また思想心情なりが分かっていたら、決してお会いもしなかったし写真も撮らなかった方だと思っております。